こちら、どん。相手の好きなキャラクター属性。おかゆの当てていい？はい、どうぞ。多少サイコパスであること。いや、そんなことないよ。煉獄さん全然じゃん。いやね、サイコパスっていうか、ちょっと変わってる。あ、価値観が常人的ではない。あ、まあ確かにね。で、なんか見た目とか性格に尖りがあって、この作品のここにしかいないみたいなそういうキャラで、ちょっと S っぽい。あー、まあ確かに確かに。あのさ、気づいちゃったことあるんだけどさ。何？スバルちゃん全部当てはまってない？何言ってんの待って待って、なんだっけ。何、怖いね、ま、ちょっと話してもらっていいですか。オンリーワンな感じめっちゃわかる。スバルちゃんって、あの、もうスバルちゃんはスバルちゃんでしかないじゃん。うん、でしょ。まあね。で、多少サイコパス、うん、そのリスナーのツイッターを監視しまくって、名前もめっちゃ覚えまくっててなんかリスナーが買い物に行ってることとか友達関係とか全部把握してるみたいな、うん、じゃん。まあね。で、ねちっこい、ちょっと S。 なんか、いやでもおかゆ、お前そういうとこあるからなみたいな。そんなんじゃねえよ。そういうの好きなんだよね僕俺、お前のこと分かってるぞみたいな。そんなやつじゃないだろスバル。いや、僕の中のあのスバルちゃんはそういう感じ。どういうこと？妄想しているところで言うところの妄想じゃねえかそれいじめられてる姿が面白いんだけど、素逆を見て楽しんでるやつらを見て、やっぱりお前ら素逆がないと生きていけねえんじゃんみたいなクソド S じゃん。そう、そういうとこめっちゃね、スバルちゃん押せるんだよな。ね、そういうことないからスバルなんで、怖いよどうしちゃったのおかゆ。2年間で何があったの？スバルの何にそんな幻影を見始めてしまったのどういうとこだよ。いや、分かる人はね、分かってくれてると思うんですよ。コメント見てるけど、どう？解釈一致って書いてる。ほら、解釈一致なのスバルか。分かる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 。これからド S キャラとして生きていきます。よろしくお願いします嬉しい、やったー生きねえよ別にありのままのスバルで行くわそんな風に思われてんの、やべえやつじゃんスバル。いや、ちゃんとスバルちゃん、あの、普通にね、こうやって喋ってるスバルちゃんはスバルちゃんだと思ってんだけど、僕の心の中にある、うん、そのイマジナリースバルがそういう感じなんだよね。じゃあ、イマジナリースバルも今後ともよろしくお願いしますいろいろいるね、マジで。メスバルだったりとか、僕のイマジナリースバルとか。恐ろしいことにさ、何一つして自分から生み出してないからね。多種多様な見方をされすぎだろスバル、どうなってんだいや、でもそういういろんなこう面があるっていうのはね、僕の好きなキャラにもこれ通ずるものがあるんですよ。うわー、そう、解釈が異なるキャラクター大好きだから。恐ろしいわスバルちゃん、マジで僕に押される素質あるわスバルちゃんが思ってるより僕はマジだよ。おいおい、離して距離離して、バンジーガム最悪だよ、もう最悪だよお前、マジでお前だけは裏切らないと思ってたのにお前のバカ